1本で1食に相当する栄養が取れるんだよね。はっ、うんうんうん、はあ、服の中からかやや。ねえ、誰も寄りつかないようないい昼寝スポット知らない？そう、いつもの場所には先客がいて、猫気持ちよさそうに寝てて。だから早い者勝ちでしょ、こういうのは。クラスの連中がスイーツの話で盛り上がっててさ、今度みんなで食べに行こうってその場のノリで決まったらしいんだよね。で、全員の予定を聞いて回り出したからさ、抜けてきたってわけ。甘いの苦手なやつとかいたら変な感じに盛り下がるでしょ、多分。なんでうちのクラスの子は妙に懐っこい連中が多いんだろう。耐震耐震しりとりしよう。いや、今ゲーム中。なんだよ、ゲームと私どっちが大事なのさ。サイパン、イエーイ、私の勝ち。ゲームなんかしてるから負けるんだぞ。雑巾、私の2連勝じゃん。自分の才能が怖い。犬だけの動物園、そうしなよ、大賛成。アイシンちゃん、週末のお昼に食べたいものはありますか？は？急に何の話？せっかく同室になったんですし、お料理を振る舞いたくて。何か希望はありますか？そういう気遣いいらないから、私は私で食べるし。食べたいものとかは特にない。あんたが作ろうと思ってたのでいいから。大神ちゃん、はい腕によりをかけちゃいますね。